富士見沢キリコはいやいやながら、羽入り大学の学園祭に来ていました。今日は12月24日。すでに3年生になったあなたにとって、この時期はかなり重要です。だというのに、ほとんど親交のないいとこがアメリカから帰ってくるからといって、学園祭の案内を頼まれてしまいました。にもかかわらず、彼女は遅刻しています。いろんな催し物があるため、周囲は非常にうるさくざわめいています。例えば、大食いカップルコンテストなど。今年の優勝は、双葉祭りさんと春見祐希くんのカップルっすわ。そんな中に立っているあなたの背中に、どんと誰かがぶつかってきました。冬の時期なのにジャンパーの下にタンクトップを着ただけのカメラマンのようです。おっと。あ、すいません。いえいえ、こちらこそ。彼はステージを撮影しているようです。いいね、いい絵が撮れる。カメラばっかり見ていると危ないわよ。しかし、いとこからは一向に連絡がありません。スマートフォンを見てみると圏外です。ここは人が多いため、圏外はそのせいかもしれません。あなたは人通りの少ない裏庭の方、裏門へと移動します。そこまでにもいろいろな催し物があります。卒業した漫画家のサイン会だったり、料理研究会の催し物があったり。いろんなものがあるのね。そんな中をあなたはゆっくりと歩いていきます。天気はあまり良くはなく、ちらほらと雪も降っています。寒いと思ったら。裏門に近づくにつれて、人はどんどん少なくなっていきました。そろそろ電波も入るかしら？裏門の近くの駐車場に来ましたが、携帯はまだ圏外のままです。そこに2台の車が止まります。1台は BMW、1台はプリウス。その対照的な車から、どこか対照的な2人が降りてきます。1人は、女性2人を連れたイケメンの男。ムチムチな女性と、化粧の下手な女性を連れています。もう1人はこの学校の教員の1人。私は、講義を受けたことがないからわからないけど、先生は、どこかで見たことがあるわ。イケメンの方はずっと昔に家庭教師をしてくれた人のようです。もしかして、いや、まさか。でも、あんなイケメンは他には。とはいえ、今話しかけるのは良くない。突然、私が、あら、クキさん、久しぶり。とかやるわけにはいかないわ。今話しかけたら、女性二人が余計に見せつけてきそうだし。イケメンと教員は軽く会釈をしてすれ違います。裏門の近くには、長年この大学で働いている警備員のおじさんがいます。雪が降る前に囲いとかを作ってます。がたいのいい50歳くらいのおじさんです。ああ、富士見沢くん。どうも。お世話になっております。寒いけど、風邪とかひかないようにね。ありがとうございます。気をつけて。あの警備員もこの大学の卒業生だとか。さて、裏門に近づきました。あなたの視線の先には、裏門の外で誰かを待っている女性との姿がありました。ちょうどお母さんが迎えに来たようです。その女性とは振り返って、キリコちゃんに軽く手を振ります。ああ、先輩。そう、あなたの先輩、カツラギリサです。腰のあたりでちっちゃく手を振ってます。先輩は同じ仕草をした後に、お母さんと一緒に帰っていきました。さて、スマートフォンはまだ圏外のままです。これは、もう、よく知らない人のことなので、忘れ去るしかないかもしれないわね。さよなら、よく知らないいとこ。フォーエバー。そこで、そんなあなたのスマートフォンが、圏外にもかかわらず鳴りました。圏外に見えるけど、実は電波が入っていたパターンかしら？見てみるわ。画面には、一枚の写真が表示されています。そこに映し出されたその画像を見た瞬間、あなたの記憶が鮮明に蘇ります。これは。思い出した。クキさん。さっき、ムチムチを連れていたのは、きっとクキさん。そして、あの絶対出世しなさそうな先生は教授。そういえば、よく知らない、全然興味もないと思っていたいとこは、お姉様。そして、あと一人が思い出せない。さっき会ったのに。あの、帽子をかぶった人は、誰だったかしら。ま、いっか。あなたが、画面から顔を上げると、裏門で女性とがまた一人、誰かを待ってるようです。また待ってる。
裏門は待ち合わせスポットなのかしら。そこにいたのは、さっきと全く同じ格好をした女の子です。あれ？先輩？彼女はあなたの方を向くと、一礼して、ありがとうと言って消えていきました。さて、キリコちゃんはどこに行きますか？思い出したのであれば。まず戻って、駐車場を確認。車は？残ってます。確認の仕方がキリコちゃんだね。周りをめざとく見回しながら歩く。ちょいちょい見知った名前等々が出ていたので、その辺を油断なく見て。校舎の方に近づく感じでいいですか？正門に戻る感じに。わかりました。あたりを見回しているならわかります。今日は学校自体は休みなので、教職員の数はほとんどいません。いやいやながら監督を頼まれた先生がいるだけです。あなたの目線の先には教職員の校舎がありますが、明かりがついてる部屋は一つだけ。とりあえず、いつものようにじゃない、と思いながら、教授に相談に行きます。わかりました。あなたは不思議と、全く道に迷わず、教授の部屋にたどり着きます。初めて来るはずなのか、それとも、って感じね。部屋のドアには如月准教授と書かれた、上から油性マジックで準の文字にだけ真新しいバッテンが書かれたネームプレートがあります。まだインクは乾いていません。あの人、記憶がない時は受け入れていたの。彼にとってこれは不思議事件かなんかなの。失礼します。ただいま、キリコちゃん。キャリーバッグを引いてます。お姉様。空港から慌てて直行してきちゃったよ。それならよか。でも遅刻。いえ、なんでもないわ。ちょうど留学先から帰ってきたところで。相変わらずだね。富永さん。だったかしら？惜しい。冗談よ、富田さん。コーヒー飲むかい？ええ、いただきます。それで久喜さん、これはどういうことなのかしら？後でまた、この不思議の原因を確かめに行こうか。かっこいい。久喜さん。もう一つ、不思議があるのだけど。なんだい？あの女性二人はどうしたの？ああ、巻いてきたよ。久喜先生。久喜先生。探されてる。再会を祝して乾杯でもするかい？どうする？再会、ということになるのね。だとしたら、三人足りないんじゃないかしら。そうだね。後で教会に行ってみようか。バーベキューも最近してないわね。そうだね。ビールでも買って行ってあげよう。富田君、再会を祝してとなると、君の出番じゃないのかい？あ、じゃあ、記念写真撮ろうか。そうだね。撮ろう。みんな並んで、富田さんのね。すごくいい写真を撮ってみせるよ。今、カメラをセットするからちょっと待ってね。早くしてくださらない？プロだからね。工場とか気になっちゃうんだよね。こっちはとっくに準備完了だよ。私、キリコちゃんの隣。さあ、まとまって、みんな、僕の入る場所も開けといてよ。行くよ。イエーイ。ありがとうございました。以上、シナリオ、一つの終わり、一つの始まり、でした。いい写真でした。この世界にはもう奇跡はないかもしれないけど、まさにこれが奇跡だね。あるよね、奇跡。さて、この写真には一つ、謎が含まれています。なんだと？いや、もう最初からわかってるよ。あ、なんかいる。どうやら久喜さんの設定した勝利条件は満たされていたようです。こっちに来ればいいのにね。ねえ、それも分かったところで、本当におしまいです。皆さん、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。